ここは人吉市上青井町になります。わかりますでしょうか。約4メートル以上の灯籠の石灯籠の上部がなくなっております。右手に見えるのが国宝の青い阿蘇神社です。鳥居は残ってますけど、その他は壊滅的な状態です。大正10年に作られたこのアーチ型の橋、このような状態です。お寺のお堀には、このようにバス、乗用車が使ったままの状態です。